皆さん、こんにちは。フィリピンダボ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全国とダボ地域の情報についてお伝えします。まずはフィリピン全国の新型コロナウイルスの感染者情報についてこちらです。はい、一番上に出ている5万と63人という数字。これは感染者の総数からですね、回復者と死亡者を除いた現在、陽性の状態が続いている人の数字となっています。 そして感染者の総数は右側の中央にある76,444人。そして1日に出た新規感染者の数は 黄色のところに書いてある2103人ですね。2000人を超えた大きな数字が出ています。そして左側に小さく並んでいる数字、NCR というのはマニラ首都圏で1000人以上、1272人の新規感染者が出ており、セブが291人、ラグーナ107人、リサール83人、そしてカビテで53人の新規感染者が出ています。中央の円グラフはですね、中央にマイルドと書いてありまして、 感染者一番上の5万6 3人のうち90.15%の人たちがマイルド軽症という意味を表しています。そしてこちら、回復者です。新たな回復者が144人、そして回復者の総数が24502人となっていまして、その隣が死亡者数ですね。新たに15人出て死亡者の総数が1879人となっています。そして下に現れているグラフが、 一日の死亡者の推移を表したグラフとなっています。一回グイッと伸びて真ん中が縮んでまた伸びてこう波を打ってる状態になってますね。続きまして私が住んでいるダボー地域の感染者情報についてです。先ほどのはこの動画を撮影している7月24日時点での情報、そしてこちらは7月23日時点での情報となります。 はい。ちょっといろいろ見るところが多いんですけれども、ちょっと右寄りの中央ぐらいの、そしてオレンジで白抜きの数字が書いてあるんですけど、46というのがダバオ地域全体での新規感染者の数を表しています。これは多い数字となっています。そして感染者の総数は1000人をもう超えていまして、1000と64人となってますね。そして死亡者が1人出てまして、死亡者の総数は44人。 そして回復者は新たに16人出ていまして、回復者の総数が574人となっています。左上の円グラフですけども、感染者総数1000と64人のうち、黄色42%が現在も陽性の状態が続いている人たちですね。 アクティブケースと呼ばれています。そして、緑色の部分が54%で回復者を表していまして、赤い部分の4%が死亡者の割合を表しています。そして、下の方の数字の青い部分で白抜きの794人というのは、1日で検査を受けた人数ですね。 でその下の下人はい、続きまして、前回の動画の訂正とお詫びをさせていただきます。前回の動画でですね、フィリピンに入国できる人と出国できる人の条件というお話をしたんですけれども、フィリピンに入国できる人の中で、ビザの種類の13の A とか B とかって話をしたんですけれども、その中で私はですね、13の A が 結婚ビザの仮ビザそして13の B が結婚ビザで永住ということを言っていたんですけれどもそれが間違っていましたあ,のある方からコメント頂い,いてそうじゃないんじゃないですかとのご指摘いただきましてそれで再度調べてみたんですけどもはい間違っていました大変申し訳ございませんでした。 あの、日本語のホームページを見たらですね、やっぱり 13A が結婚の仮ビザで、13B が結婚の永住ビザと書いてあるのが結構上位に並んでるんですけれども、フィリピンのイミグレーションのページを見ましたら、これもちょっと調べるのに時間、なかなかたどり着けなかったんですが、A は結婚ビザ、そして B は違うビザとなっていましたね。ちょっと後ほど説明しますけれども、そして13の A の中で、プロビジョナリーという仮ビザの部分と同じく 13A のまま、パーマネントということで、結局今はですね、結婚ビザで も A とか B ではなくて13の A というのが結婚ビザで、その中で2つの種類に分かれているということですね。なので 13A を持ってて 13B じゃないんだけど大丈夫でしょうかっていう心配のコメントもいただいたんですけれども、そういった方たちにですね、ご迷惑ご心配をおかけしてしまいました。申し訳ございませんでした。 はい。というわけで、13A を持たれていたら、結婚ビザ。そして、1年間が仮ビザで、1年以上経ったらもう一回、イミグレーションに面接行って、更新してもらいまして、そしたら、パーマネントビザ、永住ビザに切り替えてもらいますので、どちらにしても 13A 結婚ビザを持たれている方は、今、必要な書類さえ揃っていれば、フィリピンに入国することはできます。ちなみに 13B の、B、は何かと言いますと、フィリピンの永住権を持つ母親が、 フィリピン以外の海外に滞在中に生まれた子供で、で、外国人の両親を持つ、そういったお子さんのビザということですねえ。さらに子供が両親に同行する場合に、この13の B のビザが持てるということです。なので、あの、この動画を見られているほとんどの方の場合には当てはまらないと思うんですけれども、やはり13の A で結婚されている方っていうのが、え今回の対象になるということでした。はい、ということでお詫びと訂正でした。はい。 そして本日のメインのお話ですけれども先日もお伝えしたんですがダバオ以外の場所からダバオ空港へ到着する際 PCR 検査の結果が必要だとでそれが最初48時間だったのが72時間に延長されましたというところまでお話ししたのですがこれもですねまた変更がございまして、はい、それについてダバオ市が えー、また詳細を発表して、さらにそれをダバオの総領事館が翻訳してくれた今日メールで受信しましたので、それについて、えー、間違いがないようにこちらでお伝えしたいと思います。7月23日、ダバオ市政府はダバオ国際空港へ到着する乗客に対する12項目のお知らせを発表しました。で1番目。 もしすぐにダバオ国際空港を出てダバオ市内に入る場合ですねダバオ以外の空港からダバオ空港へ向かう出発日の24時間から72時間以内に出発する空港または出発地で逆転車ポリメラーゼ連鎖反応英語で略して言うと RTPCR の検査を受けてくださいとありますダバオ国際空港の到着検査場で陰性の検査結果を提出する必要があります そして2番、もし出発前に RTPCR 検査の陰性の結果を入手できなかった場合、ダバオ国際空港において無料の RTPCR 検査を受ける用意をしてくださいと。ここも変更点ですね。以前、ダバオ市長、そしてダバオ市は、もし陰性の結果を持ってないで空港に来たら、自費で検査を受けてくださいと言っていたんですけども、それが変更されました。もしダバオ空港にに、向けた出発前に 検査を受けることができなかった人でもボ房空港に到着してから無料で検査が受けられるということです。そして3番。無料の RTPCR 検査を受けた後、政府の留め置き施設の中で検査結果を待つ用意をしてください。待ち時間は乗客数にもよりますが24時間から48時間ですとあります。そして4番目。出発日の24から72時間前に出発する空港または出発地で RTPCR 検査を受けたものの、まだ結果を入手していない到着客は、陰性の検査結果を入手し、しかるべく確認されるまでは、留め置き施設の中で待たされることになりますとあります。そして5番目、食事、これは豚肉を含まないものだそうですけども、それは食事は提供されますと。特別な食事は提供できません。 自費で特別な食事を希望されたり、その必要がある場合には、食事配達業のアプリをダウンロードすることができます。十分な食料、スナック、水及びお好みの飲み物をお持ちくださいとあります。そして6番目、ご自分の電子機器のためにフル充電をしたモバイルバッテリーをお持ちくださいとあります。 そして7番目。ボールペン、小さなアルコール瓶、石鹸、タオル、毛布、小さな枕、スプーンとフォーク、余分のマスクをお持ちください。まあ24時間から48時間待たなくちゃいけないので、要は空港に泊まる準備を最低限してくださいということですね、枕を含めて。これはちょっと大変ですね。はい、じゃあ次です。8番。 12歳以下の子どもは同伴する大人が新型コロナウイルス感染症の陽性でない限り検査されません。子どもに必要なもの、ミルク、薬等を用意してくださいとあります。そして9番目、国際線の到着客の場合、外国の検査所で受けた RTPCR 検査の結果が出発日の24から72時間以内に受けたものに限り受理されます。 とありますそして7月22日付のダバオシ政府の発表によりますと、検査結果が外国語で書かれている場合、すべてのデータに英訳を添付する必要があるとのことです。これちょっと以前調べたんですけども、日本でも海外に行く人のために英語で検査結果を出してくれるところがあるみたいですね。で、これがもし日本語だけですと受理されないので、日本語だけの場合はそれに英語の翻訳を添付する必要があるということです。はい、そして10番目。 RTPCR 検査の陽性の結果を持つ乗客は、新型コロナウイルス感染症の施設に自動的にお連れし、南フィリピン医療センター、これはサザンフィリピンメディカルセンターですね、通称 SPMC と呼ばれている公立病院で全面的な健康診断を行います。 そして、自ら医療費を支払いたい方は、ダバオドクターズ病院という、私立のちょっと高めでいい病院があるんですけども、そちらの、ドゥモイ分院施設、ドゥモイサーチライトファシリティ DDH と調整することもできます、とのことです。まあ、SPMC はまあ効率で安くて人も結構多く行く病院で、そこが新型コロナウイルスの感染者とか感染の疑いのある人が、そちらで検査を受けられる体制がずっとコロナが起きてから整っているんですが、そこに行きたくない方はですね、 ドクターズ・ホスピタルの分院の方にも行けますよということですねそして11番目陰性の結果が出た乗客にはしるべく結果をお知らせしますしオンラインで確認することもできますこれらの乗客はすぐに留め置き施設から解放されますこれらの乗客はダバオ市または目的地の地方自治体までの交通手段を用意し自ら費用を支払わなくてはなりません送迎はありませんということですねそして12番です 旅行を適切に計画してください。商談や他の重要な予定の1日から2日前の便を予約してくださいと。という12項目です。そして続けて総領事館からのメールで、コミュニティ隔離措置のレベルに応じた具体的措置内容については、分野別のガイドライン、または今後の政府発表等を参照してください。とあります。 そして特定のコミュニティ隔離措置のレベルに指定された地域であっても、市、町やバランガイの単位でより厳しい隔離措置が実施されている場合もありますと。滞在されている地域の地方行政機関の発表にも十分注意をし、それぞれの地域の条例、指示等に従ってトラブルを避けるように努めてくださいとあります。 そして在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれましては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国にかかる規制等に関する最新情報に引き続き注意してくださいとあります。そして最後に、ニノイ秋の国際空港やダバオ国際空港の発着便を中心に、フィリピン国内線の運航が一部再開されていますが、混乱も見られます。 ご利用の際は各航空会社のホームページ等から最新の情報のニュースにお勤めくださいとあります。このようにですね、国とか地方自治体とかまだ場押しとかのリーダーが昨日言ってたことが今日ガラッと変わるっていうこともありますね。前までは有料って言ってたのに今無料になったりですとかね。そういうことが頻繁に起きていますので、この送料時間からの連絡にもあるように最新の情報を入手するように努めることをお勧めいたします。 私の動画ではこのようにフィリピン全国やダバオ地域の情報についてお伝えしています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。